おはようございます。ストッカー塾の久保です。今日は3月7日、うちの兄の誕生日ですね。はい、朝5時になります。相場解説を始めていこうかと思いますけども、この 2,3 週間ですね、ずっとファンダメンタルが強すぎてテクニカルが全く活かせないということでずっと静観していたんですけども、ついね、先週の金曜日、ファンダメンタルの積み重ねを捉えてテクニカルに移行することができました。私の場合だとこの戦争状態でですね、ファンダメンタルからテクニカルを導き出すのに1ヶ月弱かかったってことだと思うんですよ。まあ 2,3 週間かかったってことですよね。まあでも2週間以上お休みした、その結果ですね、最後にブレイクポイントを3つ設定することができて、そのうちのセルが大当たりしましたね。でここでまあ本来だったら利益を得てるはずなんですけども、私はちょっとね、資金を投入する勇気まではなかったんで、まあ予想は当たったけども儲けはなしって形になります。ただこの3週間無傷で過ごしてます。これが大事なんですよ。実はね、このファンダメンタルズが上下してる中でテクニカルで勝負してる私がね、仮に勝ったとしてもそれは何の積み重ねにもなりません。私が勝利するのはあくまでもテクニカルだからこそ意味があるんですよ。敗北したにしてもテクニカルだからこそ反省できるんですよね。だから今回の 2,3 週間はもうね、なるべくしてなったと、まあ、これはもう市場が休みだったと思うしかないですよね。で、ここからなんですけども、私はね、ちょっとね、2つの大きな方針を持つことにしました。ちょっと画面を切り替えて見ていただきたいと思います。これが日足なんですけども、日足じゃないわ。1時間足なんですけども、ここをブレイクポイントとして、ここブレイクしたらね、セルで入るよってことを3つの予測のうちの1つにして、ブレイクしましたね。で、達するところは、まあ、ここだってことは、皆さんね、ご存知いただけたかと思いますけども、同じようなここでテイクプロフィットで、まあ、予測だけなんですけども、実弾は込めてなかったんですけども、この幅は、まあ、取れてるなと。テクニカルが、今までのファンダメンタルを積み重ねて、見えてきたなっていうところですよね。はい。それで、今日はね、これからの方針なんですけども、いろいろとファクターはあるんですが、簡単に言います。これ、月足ですけども、やっぱりね、120円まで私は、行くと思いますね。今年いっぱい考えて。ですんで、ここに書いておきます。2022年12月までに、どうなるかっていうと、ドル円、120円。円安がここまで進むと私は思います。はい。ということなんで、何が言いたいかというと、私はね、長期のポジションでこれをいくつか持っておこうかと思います。ちょっとまとまった金額ね。で、120円になったら、イグジット、利益確定します。ちょっと大きな挑戦ですんで、これは余剰資金の十分ある方が考えていただければいいと思います。だから取り幅はね、まあ、115円とはいきませんけども、117円から、大体ですよ。3円の幅を取りに行こうかと思いますね。そこそこのロットで取りに行きますよ、私。そこそこのロットっていうと、数百万円の利材を狙って、場合によっては1000万以上の利材を狙って、ここにポジションを埋めておくってことになります。少なくともですよ。円高に向かいますかね、ここから。だって、米国の利上げも 7% 目指して始まるわけですよ。で、世界的な原油高騰で、日本は、高い原油を買ってギリギリの価格で内需に反映させるわけですよ。これ円安以外に向かう方法は見えないと思うんですけどね。テクニカルも十分反映されてるでしょ。というところで、ちなみにブレイクポイントのここですね。ということでね、もう以上です今日は。ということで今年の財宝を眠らせました。3点数円の、まあ、なんていうんですかね、正確な価格はちょっと内緒です。影響を受けて一緒にやる人がいてもいけないんで。ただし私は3円以上の幅を今年相当なロットで取りに行きますからね。乞うご期待でございます。今年中に120円に行ったら私の勝利です。じゃあ本日は以上です。いってらっしゃい。おはようございます。3月8日になりました。昨日はですね、まあブレイクアウトがうまくいって、セルで大きく取れましたよってことをお話ししてました。実際はエントリーは、バーチャルでしてですね、現金投入してなかったんで、儲けは全くありませんけども、まあ、
ファンダメンタルも積み重なっていけばテクニカルになるってことが説明できたんでよかったんではないかなと思います。じゃあ実際このあたりからね、実弾を込めていくことも元通りやっていきますけども、今日はですね、ちょっとね、昨日の解説で一つね、お詫びをしなければならないなと。それはですね、じゃあ今後どうなるってことを言ってませんでしたよね。今後どうなるのかは今日はね、改めて重ねてお話したいと思います。じゃあこちらをご覧ください。これがね、冷やしなんですけども、ご覧いただいて分かるように、冷やしってのは7つで1週間でしょ、1週間でしょ、で2週間ぐらいでしょ。でこの辺りから下落が始まったかなと思ったら、まあウクライナ侵攻が始まって現在のようになりました。となるとですね、ファンダメンタルはいろいろとありましたけども、まあレンジを書くファンダメンタルになってるなっていうことが見て取れるのがこの冷やしなんですよ。レンジの幅もまあ結構広いですよね。例えばね、ざっくり言うと114円の700あたりから115円の600あたりなんで、だいたい上下1円ぐらいの幅があるんですよ。これだとレンジの内側で切り盛りしていくこともできますし、レンジが出るときにブレイクアウトを狙うこともできるということになります。これが全体像です。それでは4時間の方を見ていきますね。4時間の方は今直近のレンジはこういう風に形成されてるんではなかろうかと思いますんで、基本的にはね、4時間を見る場合はこのレンジで勝負すればいいんじゃないですか。でボラティリティも155の785あたりから114の550なんで1円以上あるでしょ。十分内部でのボラティリティで取っていけますんで、これはもう何度もお話しました、お分かりだと思いますけども、この辺りに値動きが来た時には倍で入る、倍で入る、倍で入る、この辺りにローソク足値動きが来た時にはセルで入る、セルで入る、セルで入るにすれば勝っていけるということでございます。でもしね、セルで入って突き抜けてしまったらブレイクアウトなんで、ポジション整理して新しいポジションをね取っていけばブレイクアウトのこの伸びが取れるってことになると思います。これが大筋の戦略ですよ。まあ、ですんで今これ伸びて上の方に行ってるでしょ。でこのまま行くようだったらここでこの辺りでセルに入るんですよ。でそのままセルに転換せずに突き抜けたら今度はここでバイでブレイクアウトを狙うってことになります。まあ、4時間の戦略ですね。もういつもと同じでしょ、言ってること。結局はファンダメンタルも積み重なっていけばテクニカルになると。で昨日のことですけども、昨日ブレイクアウトをここに設定してね、で、売りの波動を本来だったら取れてますよねってお話をしました。その後を言ってなかったんですよね。まあですんで4時間のレンジ戦略を持ってするなら、この辺りに入ったら倍で入ればいいんで、昨日言い忘れたのは倍で入れば取れましたよねってことなんですよ。うん。で今度セルで入るのはこの辺ですよね。よろしいですかね。じゃあ今日もこの値動きが一体ね、この辺りに来るのかこの辺りに来るのかだけ見ておけばいいんじゃないですか。はい、じゃあレンジオプションなんでブレイクアウトも込みでなんですけども、レンジオプション上の方に来たらセル、下の方に来たらバイでずっと繰り返していって、この法則が成り立たずに、ロスカットを食らっちゃったら今度はレンジを超えたってことですから、上に突き抜けたらバイ、下に突き抜けたらセルで入るっていう形に切り替えればよろしいかなと思います。いつものパターンです。はい、テクニカルに戻りました。以上です。おはようございます。3月9日の相場解説になります。今日はですね、朝5時になりましたけども、テクニカルがだいぶ型にはまってきたんじゃないかなと思いますんで、今日もですねレンジオプションの話からしていこうかと思います。その後アウトブレイクですね。こちらをどうぞ。これが冷やしなんですけども、レンジオプションは今ここで成り立ってると思いますね。こういう風なレンジです。価格にして115円の590あたりですよ、がアッパーとして上辺として、それから下辺ですね、下底がですね114円の890あたりですね、このあたりを囲むように箱ができていると思いますので、今ねちょうどあれでしょ、セルに向かうところのポイントに立ってますよね。だからちょっと4時間見てみますね。はい、で4時間見ると箱がこういう風にできてると思うんですよ。
ちょっと箱確定しましょうか。114円の550から115円の785です。ちょっとここでレンジ引いときますね。レンジオプションで115円の785ですね。ちょっと字がでかいな。ちっちゃくします。はい。から114円の550です。これでいいんじゃないですか、レンジは。うん。こういう風に見て取れると思います。じゃあ、このレンジで見ていくときに、今ね、売りの方に進めるために、ここですよね。売りのフェーズ。で、ここが買いのフェーズですね。ですので、今日中にもうすでに、この後からでもいいんですけども、もう売りに入っちゃいましょう、これ。売りにね、こっちに向かうと思いますから。で、売りに入るんだけども、ロスカットはここら辺で引いていて、あともう値段は自分で決めてください、もうすいません。で、ロスカットラインはそのままロスカットなんですけども、ロスカットを受けるってことでこっちに伸びたと思いますんで、ロスカットを受けた直後にもうすでにバイで入ってくださいね。そうするとアウトブレイクを狙うことができるんですよ。で、反転もしないし、アウトブレイクもしなければ運が悪かったと思って諦めるしかないです。ただし、最初の、この2分の1の確率で、下に行くフェーズが裏切られて、もう一つの確率、2分の1の確率で、アウトブレイクしないってことですから、都合ね、2分の1かける2分の1、4分の1の確率で、今回は、ロスになります。でも、4分の3の確率で、勝利を収めるっていう、確率になりますよね。なかなか、分のいい勝負でしょ。25対75で、まあ4分の3の 75% の確率で勝てる勝負に今日は向かうってことですから、いいでしょう。結構リスクリワードは十分3対1以上でしょ。勝ち目十分あるじゃないですか。今日はだから早速セルで入って、あれセルで入ってね、セルですよ。で、その後ロスカットを食らうなら今度は倍に転換してアウトブレイク狙いです。レンジオプションの後アウトブレイク狙い、よろしいですかね。じゃあちょっとここは浮気保存して1時間見てみましょう。1時間はまあ軽く見ておきますよね。うん、だからここの力点を超えるから、超えるか超えないかですから、反転する、もしくはアウトブレイクするのいずれかで今日は決めていきますよってことですからね。よろしいですか。いや、今日はね、 FX の基本が入っていたようなね、そんなテクニカルになりました。ファンダメンタルズがずっと積み重なっていったんですけども、テクニカルが今日は使えると。まあ昨日もそうですけどもね、今日は実弾込めていきますよ。しっかりと利益を出していきましょう。今までね、我慢した2週間がありましたんでね、3週間余りですかね、3週間弱我慢しましたね。ただファンダメンタルが効きそうな世界情勢ではありますので、ファンダメンタルが入ってきた場合は改めてね、全ての資金を引き上げてロスを最小限に収めて、で、利益が出そうでも引き上げた方がいいです、今回は。うん、ファンダメンタルズによってもたらされた結果っていうのは次に行きませんからね。うん、あくまでも私たちはテクニカルで勝ち、テクニカルで負けていきましょう。以上です。おはようございます。今日は3月10日です。昨日エントリーしたんですけども、結果的には儲けることはできませんでした。でも方針はこのまま行きます。儲けることできなかったんですけども、ゼロラインのおかげでね、結局はプラマイゼロという結果を終わりました。ただ感触は良かったです。昨日と同じトライを今日もしていけるんじゃないかなと思いますので、こちらの方をご覧いただいて解説していきます。まずはこれ日足なんですけども、日足は同じようにね、こういう風に箱を作ってる状態です。ちょっと箱を大きくしますね。うん、で、上に行くか下に行くかの攻め合いなんですけども、次ですね、こんな形になりまして、多少の変更ありますけども、箱はこのように設けております。115円の785ね、そして114円の645です。ここに書いておきますね。114円の645から115円の785ですね。こういうふうに設定しておきます。もう大きくここに書いておきますね。はい、これもサムネイルにします。このまま不透明で背景を黄色、これでいいでしょう。はい。この間でボックスを作っていきます。で、昨日どうだったかっていうと、
このロスカットラインを引いてセルの方に行ったんですけども、セルの方にね、まあ要するに上底に当たってましたから、ここに下に行くだろうと思ってやってたわけですよ。そうするとこのヒゲを見ていただくと分かるように、ヒゲのように動いたんですよ。だから0円ライン設定をエントリーしたプラマイゼロのところに置いたんですけども、そのままほっといたらなんか上昇してですね、ロスカット、つまり0ラインロスカットを食らったんでプラマイゼロですけども、その後こんな形になってるってことだったんですよね。私の方は4時間足見ていただけたら分かるように、そのような結果になりました。だからこの絡んでのブレが多かったですね。このあたりに、この水準に絡んでのブレです。まあですんで、ちょっとね、昨日は気持ちよくズバッと、セルだよとかね、ブレイクアウトだよってどっちにもならなかったんですよ。一番困った状態ですよね。まあでも、ゼロラインセットのおかげで被害は出ずに済んだということでございます。まあ皆さんもね、最初、まだファンダメンタルがテクニカルに変わる瞬間っていうのはロットを落としながら行った方がいいですからね。わかりませんから。まあ当然言わなくても昨日みたいな状態だったらそんなにねフルロットでいかないと思いますけどね。普段の3分の1とか5分の1ぐらいがちょうどいいんじゃないですか。これ昨日言っときゃよかったですね。すいません。じゃあ1時間見ていきますよ。1時間見てみると最も顕著なんですけども、私が想定してたここのゾーンね、ここはちょっとね進まなかったんですよ。ただ昨日の時点での私のエントリーっていうのはロスカットラインを引いて、そのリスクルアード 3.1 以上のところに、すいません。3.2 以上のところに、まあ目標値を置いてましたんでね。例えば私の目標値なんて貪欲にここなんですよ。ですんで、ロスカットラインすごく広く取りました。3.1 なんで。まあ昨日は 4.1 ぐらいになりましたけどね。おかげさんで、いずれもロスカットラインにかからないまんま、こちらのヒゲ先を求めることができたんですよね。で、ヒゲ先に行った瞬間に、プラマイゼロのところに、ロスカットラインを戻しましたんで、ヒゲが逆回転して、ここにぶつかってゼロになるまで、被害なしということでございます。で、昨日の設定値よりちょっと上の方にありましたんで、今日は改めてね、この、上底と下底を先ほど修正したように設けまして、こっから、まずはセルで入っていきますけども、そのセルがロスカットされて、ブレイクアウトの方に向かったら、改めてブレイクアウト方面で、バイの方でね、エントリーをし直そうと思います。ということで、先日と昨日と同じような、大体戦略ですね。まあ、これを繰り返していけば、確実に、まあ、ブレイクアウトの方で取れるんじゃないかなと思いますけど、ちょっとわかりませんね。さあ、今日と明日、木金で、ファンダメンタルが積み重なった上のテクニカルというものを攻略することができるんじゃないかなと思います。私もこの瞬間から非常にね、楽しみですね。ファンダメンタルが積み重なったものを、今度テクニカルで解釈して勝つみたいな。私としては勝つときも負けるときもテクニカルで勝ってテクニカルで負けたいんですよ。ファンダメンタルズで勝っても全く次に繋がらないし、ファンダメンタルズで負けたら繋がらないばかりか金まで損するみたいな感じでね、めったくそうなりますんで、ファンダメンタルズは、本当にね、嫌だなと思ってます。つや、引き続きよろしくお願いします。おはようございます。今日は3月11日です。311といえば東日本大震災の日ですよね。ちょっとそういうことを忘れずにですね、相場解説の方もやっていこうかと思います。というのが、私311の時って FX 結構ギャンブル的にやってたんですよ。それで麻雀店の経営の穴埋めに FX をやっていたんですけども、結構な資金をね失っちゃったんですよね。まあその時に私はね、円安に触れると思ったんですけども、なんか円高に触れちゃってね、で資金を溶かしちゃったんですけども、そういうことを思い出しますと同時にですね、こんなね、大地震の時に、投資ってできるんだ。そして他の投資家さんって結構投資してるんだっていうところで、投資の世界は世の中の悲劇とは関係なく動いてるんだなってことを実感しまして、覚悟をね、新たにした時でもあります。はい。まあ、とにかくね、今日午後になりましたら、まあ、いろいろと喪に服するところがあると思いますんで、それはそれで時間を取りたいと思います。さあ、じゃあですね、今朝6時11分の相場になりますけども、いかがでしょうか。これ今リアルタイムで見てる1時間です。失礼しました。私がですね、昨日ポイントとしたのは115円の785と110円の645の間のレンジでできてますから、ここを上回るようだったらブレイクアウトしますよってことだったんですよ。で、結局ブレイクアウトしましたよね。で、ロスカットラインをまさに115円の785で設けてエントリーしたわけなんですけども、その後ね、
ちょっと私目を離していたんですけども、これロスカットに合いそうだったですよね。危ない危ない。でも復活して今結局この辺りにいますんで、含み益を取ってるところなんですよ今のところですね。ブレイクアウトは成功して35ピップスほどを維持してるって感じです。3万5000ぐらいですよ。なかなかいいでしょ。でこれ見てみると上昇トレンドがそのまんまブレイクアウトにつながってるんで、このまんまポジションを持ち続けてもいいんじゃないかなと思います。で全体的な値動きとしては私は120円まで行くと思ってますんでね。それでデイリーでエントリーしたところをお見せしたと思いますけども、長期的に見ると120円突破すると思ってますんで、そこでの玉ってのにも近づいてきたかなということでございますね。はい、じゃあですね、昨日のこの時間をちょっと振り返ってみましょう。昨日のこの時間、はい、3月10日まさにブレイクアウトした瞬間を捉えた画像です。はい、こっから上昇して20ピップス取れましたよっていうところで、この画像を撮ったわけなんですけども、その続きは先ほどお話したような形になっているってことですね。昨日のブレイクアウト作戦は成功したということになります。まあレンジでなければブレイクアウト、うん、まさに速稼塾でね FX 学んでる方にしてみたら得意な分野じゃないかなと思います。昨日は20ピップス取れてまして、そのまま私は場所を離れた、目を離したんですけども、その後にねこれが反転して危ないとこまで来てたんですね。で戻ってきてみたらだいたい今25ピップスぐらいの含み益ということになってます。116円の122あたりですね今ね。だからこの時に昨日の時点で045でしたから、こっからさらに80ピップスほど、80ピップスほどね上の方に上がったよってことなんですよね。いやラッキーでした。じゃあ今日は以上ですね。ありがとうございます。おはようございます。今日は3月12日朝6時です。勝ったでしょ。だからファンダメンタルも重なっていくとテクニカルになるわけですよ。これで分かったでしょ。でずーっと私エントリーしなかった、エントリーしませんよというふうに宣言して1週間2週間3週間近くしませんでしたよね。その間にファンダメンタルで構成されたチャートのローソク足の積み重ねがまさにテクニカルになるわけですよ。だからこの方法でやっていきましょうよ。じゃあ画面切り替えてちょっと昨日のね時系列で追っていきます。こちらです。これがね11日昨日の13時の図ですけども、お話したようにねこちら115円の785を超えてブレイクアウトしました。まあ一時期ね下がってきてやばいなってところあったんですけども、そのまんま行くと上にサポートつけて跳ねたということですよね。その時点でこのエントリーポイントから来たゼロラインはここに移動することになります。そうするとロスカット食らってももうかなりの勝ちってことが見えると思います。30ピップス40ピップスは必ず取れてロスカットみたいな感じですからね。いいでしょ。じゃあその後の時間軸です。2つ目の時間なんですけども、今度は17時、先ほどの時間から6時間経った時ですね。116円の693ということで、ほとんどねもう117円ですよ。でこの時に100ピップスオーバーしてるわけですよ、もうすでに。ということはロット1でかましても10万円ぐらいの利益取れてるってことになるでしょ。もちろんその間には私の場合はね追撃が入りますよ。でここでゼロライン引いてるわけですから、追撃はここでも入れますしね、ここでも入れますね。で理由はもうわかるでしょ。うん、今回はお話しません。はい、次行きましょう。はい、じゃあ3個目の時間軸はそれから1時間ちょっと経って2時間弱経った時なんですけども、昨日の18時45分120ピップスオーバーになりました。ね、ここにも書いてますけども115円の785でエントリーするのは一緒です、ね、ここでエントリーしましたよ。そっから今この時間を切り取ったのは117円の019ですから、すごい距離取れてるでしょ。これこの幅取れてるわけですよ、ね、でも取れて当然と思えるのはだってここから急落したと反転してここでね下落引いてるわけですよ。過程を引いてるわけですよ。あっとっとっと過程を引いてるわけですよ。あとは上昇トレンドじゃないですか、明らかなる。ね。さすがにここら辺までは分かんなかったと思いますけども、115の785を超えたあたりに上昇トレンドはさらに加速度を増して確定的になってたわけですよ。で、全体的にはもう上昇上昇ですから、120円まで円安進むというふうに見立てを立ててますからね。簡単でしょ。じゃあ次です。これか。何も書いてないです。これがだから今現在です。3月12日の朝6時6分です。
もう117円に入ってもう安定してきましたね。これで116円台に入ることはないと思いますし、ましてや115円台に戻らないでしょ。つまりはこの24時間で何十万勝てましたかって話ですよ。で今回はね、3名ぐらいの方が40万以上の利益を出してます。ね、こんな感じです。熟成さんの声っていうことで別動画を一般公開してますんで、そちらの方、感想の方を添えてね、届いてますんで、皆様も聞いていただきたいと思いますけども、まあね、私の FX のこのスキルっていうのは、ファンダメンタルズにも打ち勝ったってことですよね。はい。まあその辺、また動画の方、まとめで作っておきますので、ご覧いただければと思います。いやーよかった。本日はね、よかったですよ。